くれたお礼にこれをあげよう。遠慮するなってまた来たのかい。こっちもプレゼントの用意はぬかりないぜ。今日も冒険に出かけるのかい。お願いだから無理はしないでおくれ。今日のプレゼントはこれだ。バイト代をはたいて。いやいや神のご加護というやつだよ。毎日顔を見せてくれるなんて君ってやつはへい、えー、こいつを持ってけ。 これから世話になるんだ。僕にできることなら何でも言ってくれ君たちは絆でつながったファミリアみたいだねそれにこのホーム立派なもんじゃないかベル君の様子はどうだい無理をする子だから見ていてくれると助かるよ下界では神の力は使えない時々もどかしくもあるけど僕は君たちを信じているよ バレン・ナギガシ君には目を光らせておくんだベル君は絶対に渡さないからな僕に会いに来てくれたんですかありがとうございます違う世界を冒険するなんて思いもしませんでしたどんな出会いがあるのかちょっと楽しみです役に立ちそうなものを見繕っておきましたちょっとしたサポーターの気分ですね遠征に出るならしっかり準備をしないとですね 毎日来てくれてありがとうございます明日も僕とダンジョンに潜ってくれますかどうしても追いつきたい人がいるたとえ世界が変わってもその気持ちは変わりません僕のナイフは神様がくれた特別なものなんですそれで神様は借金を背負っちゃいましたけどあ2億ほど神様はいつも優しくてとっても頼りになるんです 僕の大切な家族ですここにも女の子がたくさんいるんですね僕の二つなはリトルルーキーっていうんですこの世界でも二つなを持っている人がいるそうですねこれダンジョンで見つけたの使えるかなこれからダンジョンに行こうと思うんだけど君も行く疲れてない今日は昼寝の特訓をしようか。 また来たんだね。今日はこれをあげる君はいつも来てくれるねありがとう喋るラッコやぬいぐるみがいたんだけどモンスターじゃないどうしたの剣の稽古ならいつでも付き合うよベルはすごい速さで強くなってる。 だからずっと見ていたくなるじゃが丸くん何味が好き私はあずきクリーム味のクリーム多めあずきマシマシ強い冒険者がたくさん私ももっと強くならないと。